こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では今僕が持っている白パンについて解説をしたいと思っています。僕はですね、日頃から白パンをですねおすすめすることが多いんですね。普段のスタイリングでお客様にですね白パンをおすすめすることもありますし、あとは僕の書籍を読んでいただいている方だと分かると思うんですが、一番最初に出版したのが今から5年ほど前なんですが、1冊目から今最新刊で7冊目になるんですけど、その中では必ず白パンをおすすめとしてあげるようにしています。白パンですね、結構これを使えるようになると一気におしゃれさを高めることができるんですが、ただですね誰もが履いているようなボトムスではないですし、難易度が高いなと感じている方も未だに多いと思いますので、今回の動画ではこの白パンをですねどのように着こなしの中に取り入れていくのかについてですね具体的に解説をしていきたいと思っています。まずは白パンっていうものがどういうアイテムなのかをざっくりと解説したいと思います。僕は白パンという表現をしましたが、白パンっていうのも大きく分けて2種類があるんですね。僕が今持っているようなものというのは、これはジーンズなんですね。ホワイトジーンズといって、ベーシックなものはブルーだとかブラックのジーンズだと思うんですけど、それが白になっているもの、これがホワイトジーンズですね。あともう一つがホワイトチノですね。チノパンの白バージョンと思っていただきたいなと思います。この両者の違いはいくつかあるんですけども、大きく違うところは、白のチノパンっていうのはこうセンタープレス、スラックスのようにセンタープレスがついているものが多いので、割ときれいめになるんですね。で、僕がおすすめしたいのはどちらかというと前者のホワイトジーンズの方です。このホワイトジーンズっていうのはやはりこう白なので明るさもあるし、清潔感があってパッと華やかな印象になるんですね。その上でさらにセンタープレスが効いてるとすごくですねきれいめになりすぎてしまうんですね。そうなると結構キザに見えすぎたりするので、僕はどちらかというと皆さんにはホワイトジーンズの方を推奨したいなと思っています。僕がよく履いてるのはユニクロのホワイトジーンズです。結構汚れやすいものなので、あまり高いものを履いてしまうと汚れを気にしてなかなか履きづらかったりするので、気軽に履けるようなユニクロのものを選んでみるといいかなと思います。僕は痩せ型なのでスキニーフィットを選んでいるんですけども、普通体型からややぽっちゃり体型の方にはスリムフィットなんかを選んでいただくといいと思います。細身であることが大前提なんですけど、ピタピタになるとこれまたちょっときれいめに寄りすぎてキザな印象になってしまうので、そのフィット感っていうところも大事にしていただきたいなと思っています。で、白パンっていうのはいろんなボトムスがある中でかなりきれいめなアイテムなんですね。例えばブルージーンズだとかブラックジーンズ、あとはチノパンだとかカーゴパンツとかスラックス、いろんなものがありますよね。その中でもかなりきれいめになります。そして何といってもこの明るさというのが一番のポイントかなと思います。ボトムスで明るさを足したいなと感じた時に多くの方が使うのはベージュのチノパンなんですね。皆さんもきっと履いたことがあると思うんです。これはもう定番的なんですが、なかなかですね合わせるのが難しいんですね。ベージュっていうのは結構こう明るくてぼんやりとした色なので、失敗するとやぼったく見えがちなんですね。しかもベージュのチノパンは結構履いてる方が多くて、休日のお父さんがですねちょっとダボついたチノパンを履いてるイメージを持ってる方結構いらっしゃると思うので、チノパンイコールちょっとあんまりかっこいいイメージっていうのがないんですね。僕はそんなに推奨していません。その点ホワイトジーンズというのは結構パキッと明るいですし、多くの人が履くというよりは少しおしゃれな人が履いている印象があるので、その点皆さんにおすすめしたい明るめのボトムスなのかなと思っています。ただやはり使い方にはコツがありますので、その点は僕が実際に履いてコーディネートを開発しながらですねさらに詳しくお伝えしてみたいと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。ちょっと一周回ってみますね。こんな感じでコーディネートしています。簡単に着こなしを解説したいと思うんですが、上にはチャコールグレー、結構黒に近いようなグレーですねのパーカーに、下はホワイトジーンズを合わせています。このコーディネートのポイントなんですが、先ほどもお伝えしたようにホワイトジーンズというのは結構きれいめなアイテムなので、失敗するとちょっとキザっぽく見えてしまうんですね。ですので下がちょっときれいめなので、上はややカジュアルめのものを合わせてカジュアルときれいめのバランスを取ることが大切だと思っています。ここにジャケットを着てシャツまで着てしまうとどうしてもですね、決めすぎ、かっこつけすぎに見えてしまうので、ややカジュアルな方が今の気分には合ってるかなと思っています。こういったフード付きのパーカーだとカジュアルな印象なので、このホワイトジーンズの持つ綺麗さをですね、ある程度和らげることができるのかなと思っています。こういったパーカーの他には、あとはナイロンジャケットなんかも良いかなと思います。ナイロンジャケットもですね、フードが付いているのでカジュアルな雰囲気が出るんですね。ちょっとスポーティーな雰囲気なものにホワイトジーンズを入れることで綺麗さを足してあげることができるので、そのような着こなしも良いかなと思います。1つ目のポイントとしては、ホワイトジーンズにはややカジュアルめなアイテムを合わせるのがバランスがいいというところですね。ここはぜひ皆さんも覚えていただきたいなと思っています。でこの着こなしだと大体春だとか、秋とかに使えるんですけども、これだけだと冬は寒いですよね。そういう場合には上に長めのコートですね、例えばチェスターコートだとかステンカラーコートを羽織るのが良いかなと思います。ちょっと実際に羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じでチェスターコートを上に着てみました。このような着丈の長いコートというのはどちらかというときれいめなアイテムなんですね。でこのきれいめなコートに対してホワイトジーンズで、両方ともきれいめなんですけども、内側にパーカーを着てるのでややカジュアルな雰囲気も足せてるかなと思います。ホワイトジーンズというとどうしても春夏のイメージが強いんですけども、このように秋冬の着こなしの中に足してあげるのも非常にバランスがいいのかなと思っています。結構秋冬ってコートの見える分量が多いので、それがネイビーとかブラックだとかなり重たい色になってしまうんですね。そこにホワイトジーンズを加えることで一気に明るい印象になりますので、ぜひ秋冬の着こなしの中にもホワイトジーンズを取り入れていただきたいなと思っています。はい、もう一つですね、ホワイトジーンズに相性が良い着こなしをご紹介したいと思います。簡単に着こなしをご紹介しますと、これはオリーブ色のですね、ミリタリーシャツに内側にはブラックの丸首のニットを合わせています。そしてボトムスにはホワイトジーンズですね、こちらをコーディネートしてみました。こちらを解説すると、カーキだとかブラウンのような色っていうのは割と濃い色なんですけども、ちょっとやぼったさの感じる色なので、こういった色にはホワイトのような爽やかなものを合わせてあげるとすごくバランスがいいんですね。ホワイトジーンズというのは先ほどにも解説したようにかなりきれいめで、失敗するとちょっとキザすぎる印象があるので、あえてカーキだとかブラウンのようなやぼったい色と合わせることでバランスが取りやすいのかなと思っています。特にここ最近はですね、カーキだとかブラウンというものがトレンドカラーになっていて、多くの男性が使っていますので、こういう色を黒で引き締めるというのもいいんですが、ホワイトを足してあげることでバランスが取りやすいかなと思いますので、そういう時にはぜひこういったホワイトジーンズを取り入れていただきたいなと思っています。正直ですね、ホワイトジーンズというのにも流行がありまして、僕が一番最初に本を書いた5年ほど前は割と街でも履いてる方が多かったんですが、それが少しずつ落ち着いてきて、最近はだいぶ見かけなくなったなという印象だったんですね。僕自身も結構履いてた時期があったんですが、ここ数年は割と休みがちでした。ところが、今年に入ってからですね、雑誌を見てもお店を回ってもホワイトジーンズを提案しているところがかなり増えてるんですね。ですので、結構おしゃれな人、ピラミッドのトップの方の人たちはホワイトジーンズとか白パンっていうのに改めていいなということを感じ取って、着こなしの中に取り入れているんですね。これが少しずつ浸透していくので、これから2年3年ぐらいはですね、しばらくホワイトジーンズが旬な時期が続くのかなと思いますので、僕自身も改めて楽しみたいと思ってますし、まだトライをしていない方はぜひこの機会にですね、ホワイトジーンズ取り入れていただきたいなと思っています。まずはユニクロからで全然いいと思います。本当に 3,4 千円ぐらいで形も綺麗なホワイトジーンズが手に入ります。正直僕いろんなホワイトジーンズ試したんですね。1本あたり3万円4万円ぐらいするものも試しましたし、2万円前後のものも試しました。その中でものすごい差があるかというと、そこまでの差って感じなかったですね。ブルージーンズで色落ちのしてるようなものであれば、色の表現の繊細さっていうのがやはりこうブランドによってちょっと違いが分かるんですが、ブラックジーンズだとかホワイトジーンズってもうその色一色なので、そんなに違いが分かりにくいのかなと思います。ですのでユニクロで全然大丈夫です。ユニクロのホワイトジーンズを使いながら、まずは実験してみることをお勧めしたいと思います。最初は絶対目が慣れないと思うんですね。履いたことがないのでびっくりするかなと思うんですが、やはり3分間ぐらい見てると少しずつ目が慣れてきます。ですので履いた瞬間にうわ似合わないと思ってすぐに着替えてしまうではなくて、ちょっと我慢して目を慣らせるということ、ここを意識してもらえるとバランスがいいかなと思います。特に年齢でいうと30代後半から40代、あと50代の方にもホワイトジーンズって似合いやすいんですね。というのもだんだん年を重ねてくることに、残念ながら僕もそうなんですけども、清潔感っていうものは少しずつ失われていくものなんですね。そこにホワイトジーンズというきれいめなものを持っていくと、かえってこう清潔感が一発で取り込めるので、ぜひ年を重ねた男性ほどですね、ホワイトジーンズに慣れていただけると良いかなと思います。いつも通りのブラックジーンズだとかチノパンだとか、そういったものではなくて、こういったホワイトジーンズを取り入れるだけでかなり新鮮な気分にもなると思いますので、ぜひこれからの着こなしに取り入れていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。